それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、夜間に富士弾丸登山しようとする登山客に県職員、危険なのでやめてください。登山客、それ法律ある。県職員の真っ当な反論が話題に、プッチンプリン出荷再開にネット歓喜をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、夜間に富士弾丸登山しようとする登山客に対する県職員の反論が話題なのであります。以下引用。ゆるふわ回電波埼玉さん、県職員、夜間の富士登山は危険なのでやめてください。登山客、それ法律ある。こういうのその場で顔面パンチしても許されるように法改正した方が良いと思う。画像のやり取りを読み上げます。午後4時から翌日の午前3時までゲートで通行を禁止するルールを設けています。山梨県のスタッフ、富士山は夜散歩するところではありません。登山客、それは法律ある。山小屋の予約はなく夜の散歩をする予定だと言います。山梨県のスタッフ、法律よりみんなの命の方が大事だから、法律がなきゃ何してもいいの。危ないことをしようとしている人たちには私たちは注意します。引用終了。県職員がダメと言うなら従うべきやとは思いますね。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用。もし救助要請したら支払い500万円とか誓約書書かせたらいいかも。法律の有無だけで判断してるやつやばすぎ。法律に違反してなきゃ何してもいいって本気で思ってる人間増えたよな。ルール別に法律違反じゃないでしょ。結果その方は災害を起こしましたが、何か周りの迷惑とか考えることすらできずに自分第一すぎるのが本当に増えたよ。法律あるのって昭和の子供時代よく学校で聞いたよ。かっこ笑い、つまりガキのする質問。法律の有無ではなく他人に迷惑をかけない、または心配させないといった思いやりの問題ですが、まあそこまで法令の問題にしたいのならば、各自治体が発する迷惑防止条例の迷惑行為の項目に加えましょう。浅間神社の土地なんだから管理者がノーと言えば法的に不法侵入ですよね。遭難しても自己責任で助けないだけなら簡単なんだけど、遺体処理とか費用かかるので、こういうやつは質悪いんだよな。少なくとも遭難してもこいつは助けなくてよい。救助隊も出動しないで OK にしなきゃいけないよな。引用終了。それにしても登山客はすごい自信だよな。ワイなら絶対登らんわ。ネット民の反応がこちら。賛否の声。以下引用。法律でガチガチにしないと物事うまくいかない時代が来てるのかな。しばらく富士山登山禁止にした方が良いと思う。それでも登って遭難したりしたら1000万くらい請求。夜間登山者の遭難救出をしなければいけないという法律もないから、遭難した場合は自己責任で一人で頑張ってください。何かあったとしてもほっとけるようにした方がいいんじゃない。警告はしてるんだし、この県職員が正義になる法律条例悪しろよ。発言した人絶対自称論破王で草。管理してる側がダメって言ってるの無視して入ったら不法侵入になるんじゃないかって思った。法律じゃなきゃ注意したあかんのか。子供が危ないことしてたらどんな大人もも注意するだろう。法律作った方がいいですよ。常識が通用する人ばかりじゃないから。それか救助要請しませんって同意書にサインもらうか。怪我をされるだけでも多大な迷惑がかかることを理解してもらいたい。危ないと思わないのかな。すごい自信たっぷりだけどそんなに登りたいのか。警告を無視し遭難した場合救助は不要ですと契約書書かせるべきでは。ルールや注意喚起を守らない登山客の登山の可否を決めることができる裁量を県職員の方々に与えるべき。登山客の安全を守ってくださっている県職員の方に感謝の気持ちもなく、こんな意味もわからないへりくつを言わさないためにも、法律を作るならこういうやつを見捨てる法律の方がよくね。私も昔3回登ってるけど、2回は夜中に出発して朝着くように行ったけどな。御殿場に住んでたから弾丸ではないけど、
入山料は1万円で、払わない&無断侵入した人は、何があっても自己責任とした方がいいような気も。その無責任な登山者が、トラブっても、県職員さんたちは仕事だから出動しないといけないんだよ。わかってるのかな？変な奴は、立ち入り禁止にすればいいよ。登山客のその自信は何なんやろ？職員さんのプロ意識には頭が下がる。いや、マジでその通り。安全第一だよね。無駄に、学校の校則が増える理由が、このやりとりに詰まってる気がする。結局、これの繰り返しで自分たちの首を絞める法律ができる。引用終了。一部の残念なあれっとる人らのためにルールが厳しくなるんやろな。そういう法律がなくても夜間の富士弾丸登山は危険だと思わんのかな。あとコメントにもありますが、管理してる側がダメって言ってるの無視して入ったらあかんと思いますね。ところでプッチンプリン出荷再開にネット歓喜という話題を紹介します。以下引用、プッチンプリン公式さん、重要なお知らせ。いつもプッチンプリンをご利用いただきありがとうございます。当社機関システム障害により販売停止していたプッチンプリンの一部商品を順次出荷再開いたします。長らくお待たせして申し訳ございません。引き続きご愛顧のほどお願い申し上げます。引用終了。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用、おかえりなさい。プッチンプリングリコ乳業の皆さん、ありがとうございます。待ってたよ。こんなに長くプッチンプリン食べなかった日々は生まれて初めてだよ。再び会える日が来たら、クリームとカラーチョコスプレーとシロップ漬けの赤いチェリー乗せてスペシャルプッチンプリンにして食べるって決めてた。早く食べたい。おプッチンプリンの販売再開嬉しいです。久しぶりにプッチンせねば。プッチン食べてエブリバディプリンプリン。息子に買いたくていろいろ探し回ってたのですが、見つからなかったのは発売停止してたからなのですね。また店頭で見かけるの楽しみです。復旧に尽力した皆様、心から感謝申し上げます。プッチンプリンとともに育った世代、いつまでも変わらぬ美味しさ愛していますよ。販売停止してたんだ。ほお、早速見つけてきたよ。おかえり。システムに携わった担当を責めないでほしい。システム導入の失敗はそういう空気を作った上層部なんだから。お客様を真剣に受け止めているようですね。これからも頑張ってください。いやっほう。そうか、ついにプッチンできるのか。ありがとうございます。ビングプッチンプリン、お久しぶりだよ。再開できてよかった。引用終了。出荷停止のニュースでプリンがなぜか無性に食べたくなりましたからね。無事復活おめでとうございます。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。